蝶が優勢の話だと、うん、てっぺんでオキシン作られて、うん、それを取ったら、うん、ジベレリンが抑えられてたものが濃度が濃くなって、うん、即死ってが出てきますよね、うん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 、で上からオキシンが流れてくるやつをこう、はい、傷をつけてこう流れんようにするっていうのが、はい、目傷さね、はい、だけども今思うとはな、はい、オキシンがここばこう流れてこんっていうよりも、おら、うわあすごい、ね、すごい。セガさん、ここからまた間引き入れるんですか。やっぱり結論できます。成熟母子っていう言葉作っていこうなさ。成熟母子。成熟母子。うん。はい、どうも皆さんこんにちは、ケムです。今日はですね、長崎に遊びに来たんですけれども、まあ奥から守さん、平田守さんにご紹介いただきまして、なんとですね、セガタさんの柑橘園地に遊びに来ました。瀬形さんです。こんにちは。こんにちは。いやもう本当にちょっと話をすると長くなるんですけれども、去年ですね、ピーチオレンジ358というですね、まあ知らぬい、守さんからいただきまして、これがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。すごい美味しくて、こんなデコポン食べたことないって動画出したと思うんですけれども、その園主の方、瀬形さんです。で、まあ動画、過去の動画、7年前ぐらい動画あるんですけれども、うん、もうそのみかんの栽培、柑橘の栽培がすごいんですよね。で今回満を持してこの僕のチャンネルに守さんのご紹介を通して出ていただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、はい、私からもお礼を。はい、ありがとうございます。いやもう超貴重映像ですよこれ。いはい、マジでやばいです。はい、瀬川さん、ちょっと軽く自己紹介と、はい、まああのみかんにかける思いとかも少しもらっていいですか。皆さんこんにちは。西海市の西海町の瀬形果樹園の瀬形です。よろしくお願いします。私も今本格的に、みかんを作り始めて3年経過しました。今やっとぼつぼつみかんのことが少し分かりかけてきたかなというところで、今1ヘクタールぐらい、はい、作ってます。毎日があの観察で新たな試みをやってますんで、あと1年したら皆さんにまたびっくりするような情報が、お届けできるんじゃないかなと思っておりますので、またその時はよろしくお願いします。ありがとうございます。わ、もう素晴らしい。あの3年ですか。そう。え、3年ですか。3年。デコポンは何年ですか。あ、5年。あ、デコポン5年なんですか。うん、あの作り始めてね。マジっすか。うん、本当ですか。いや、嘘は言わない。マジですか。嘘は言わない。嘘は。めっちゃすごいです。はい、あのこれすみません、後撮りになってるんですけど、うん、もうちょっと動画あの軽く撮ったんですよ、1時間ぐらい、はい、やばいです今回は。やばいね。ちょ、守さんもあのもらっていいですか、一言。いや、皆さんこんにちは。今日はですね、もう本当なんと貴重な、はい、こう瀬形さんの動画を見れるなんて、もう皆さんめっちゃ幸せだと思うので、はい、もう本当心して見てください。はい、よろしくお願いします。瀬川さん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もう今回はですね、めちゃくちゃいい動画です。はい、もう柑橘やってる人、みかんやってる人、もうぜひ見てください。最後まで見てください。ということで、今回も楽しい一本になっておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。どうぞどうぞ。現代農業の本に書いたところがここ、載ってるところがここ。ああ、ここか。指差して、こっちか、こっち、こっち、こっちからこう、はい、こうしたところがここ。ああ、ここですか。そしたら上の、はい、ここのところは切ったわけよ。はい、ここを切って、はい、してここに傷ばつけたとこ。
はあ、したここが出ると、はい、すごいですね。あのしてはい、まあ1年目はなかなかねこの歯間とここと連結しとらんもんじゃけんか、はい、養分価値、まあ、ここぐらいまでしか伸びんやったばって、まあ、今年ここが今伸びたわけたいな、はい、そしてまあこれをちょっとこうして作っていけば、はい、枝は作られるかい、はい、いう感じな。はあ、瀬形さん、あの僕の理解とかだと腸が優勢の話だと、うん、まあ、てっぺんでオキシン作られて、うん、それを取ったら、うん、ジベレリンが抑えられてたものが濃度が濃くなって、うん、即死ってが出てきますよね、うん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 、でそれは腸がのちょっと下ぐらいの方がやっぱ優位で、うん、この辺ぐらいから出にくいんじゃないかってすごいずっと思ってて、うんうん、でその雑誌を見た時に、うん、ここから自由自在に出してたんですけど、うん、この傷がポイントなんですか。このそうそう、そしたらね、はい、結論は通常はこういう目傷って言うと目傷、はい、なこの前にこう来て、はい、結局上からオキシンが流れてくるやつをこう、はい、傷をつけてこう流れんようにするっていうのが、はい、目傷さね、はい、だけども今思うとはな、はい、オキシンがここばこう流れてこんっていうよりも俺はこの剪定によるジベレリンのアップと思うぞ、はい、ああ、うん、もう、はいはいはい、もう植えば切っとっとじゃけん、はい、まあ周りのトータルはあればってそれよりももうおいきありショック地面のアップよって思うとぞ、はいはいはい、はあ深いっすね。そしてそれをもっと活用したのが、はいはい、こっち一気バージョンも見すっけん。あ、その前にな、はい、さっき言うとこと、これも大きかったさ。はい。そしてこれを去年カットバックして、はい、そしたらやっぱほら、ここがものすごく貧弱かったと。はい。貧弱かったけれども、やっぱりこっちに養分が来ることになったもんじゃけんかな。はい、案外と、デコは大茶節が充実せずにね、花がコントが多かったさ。はい。ところがやっぱ養分がこっちに来て、葉数が増えて、こう、な、ちょっと困ってるよね。本当ですね。なるようになってきた。ね、はい。それからこれも大きな木は、はい。まあその、上も切るっていうこともしとかんだって思うと、ここの下を充実させるために。でも狼の上に毛相当太なってますね。うん、ヘビぐらいとなる。そうなんだ。はーはーはー。でな、はい、ちょっとこれが。ちょっと待ってくださいね。はい。これがほら、今、わーって見て。おお。わーっとほら。すごい、おお。割れてる。すごい。すごいね、これは。すごい、全部傷が入ったところの、まあ、下ぐらいから。あ、すいません。うわあ、すごい、ね。すごい。瀬形さん、ここからまた間引き入れるんですか。いや、もう何本か間引きでこう行く。はい。で、ある程度伸びてから20センチでカット。あ、そうなんですか。結局伸びてもさ、はい。無駄。はい。それ結果20センチ20センチでずっとこう切っていくと、これも、はい、これも基本的やぞ。よかな、こう自然で行けば次の芽はどっから出る、はい、自然に行けば、うん、あ、これもこっち切ったらですか。ねえねえ、切らんならこれずっと長くなりますよね。そうな、ま、1本目は、うんうん、はい、それとはこういくだろう、はい、そしたらこういう無駄さっていうか、はい、空間の、はい、あ、はいはい、そんなもんじゃけんか、やっぱりここで切らんばさ、あ、ここから切る20センチで切って、20センチでこれを切ったら、はい、2本3本出る可能性のあるわけよ。はい。植物にとっては早く葉っぱばいっぱい増やした方がよかもんじゃけん。はい。これはずーっと伸ばすよりも、はい。早切って、はい。早切ってじゃなくて、まあまあなところで切って、はい。2本3本して、葉数は増やした方が、木のためにはいいし、木もコンパクトになるたいな。はい。そしたら、あれば見て、あれが遅れたけんか、もう一回切り直そうって思うとばって。あれはほら、あれだけずっと行って、ニコってするもんもあるかもしれんばってん、うん、あの、この、ね、スペースですね。無駄だって。このスペースがね。そうそう、わかろう。これがヒューってきて、
そういうけん、あれも一回こうなっても、まだ今、これは今年いましたばっかりだけん、もう一回切り直し。もう一回出させる。そう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 、そういうこと。いやー、なるほどですね。ここから切って、まあ2、3本出るとして、混み合いません？この。混んでもよかと。あ、良いんですか？あとでも切ればよかった。あー、はい。適当に切ればよかった。まずは、枝数を。様子を増やす。様子を増やして。なあ。あ、そうなんですね。うん。そうとか。はい。それが、これはちなみに行くと、はい、これはね、はい、今年、まあ、4月の1日に収穫した木。はい。して、これはもう、あの、天井にくっついとったさ、はい、ほっぺんが。はい。それで、これはもう、コンパクトにするって決めとったけんか、もう、果実がなってない枝は、2月の13日の日に蝶がば切ったと。2月の13日に、はい。そしてもう2月の14日にもノコ引きしたと。はい、して今の。して4月の6日にもう芽がわーって出てきとるって言いながら剪定。もうこう切ったわけ。あ、そうなんですね。して今小石くん伸びたと。これ切り方もまた。これ切り方も、うん、守さんと、いやもう守さんじゃなくて一緒だ、瀬川さんのそしてもうほら、はい、ずっといっぺんに出るじゃないと、もう、はい、思い立った時に出るけんな、はい、こうしてな、はいはい、一斉にじゃなくて、はい、やっと、はい、そこにそのホルモン条件、栄養条件が揃った時が発芽と思うまたいな、はい、これめっちゃ綺麗ですねほら、ここなんかもう綺麗に巻いとったぞ。うわ、もうすごい。綺麗に。芸術ですね。うん、マジ綺麗ですね。なあ。やっぱ、すごいなって。ここは、あの、油合剤塗られてるんですね。ぬる。うん。ここも塗られるんですか？ぬる。瀬形さんは塗って。お湯は塗る派。あ、そうなんですか。うん。塗る派と塗らない派があるんですね、やっぱり。この僕が、若ければ若いほど100発100兆になると、はい、例えばこの幹とこの幹っていうのはここの木が若いやろ、はい、活性化しておけんかな、やっぱりあの確率が高いと、はい、こう出る確率がな、はいはい、そしてこのデコポンはカルシウム欠乏になりやすかとさ、はい、そのカルシウム欠乏がこれ、あ、これカルシウム欠乏なんですね。うん、カルシウム欠乏、はい、そういう結果、ここは1週間に1回は必ず4面散布、はい、普通、ワセミカンはそこまでカルシウム欠乏でんとけれども、はい、もうこのデコはカルシウム欠乏が出やすかもでけん、もう絶対1週間に1回はカルシウムの4面散布して、はい、カレンごともほら部分的にこうしとったいな、それでもデコっちゃけんな、すごいですね。そしてこれが1年後こうなると。はい、あ、そうなんですか。え、これが1年後、うん、この様子になるんですか。これ。やば。こうなったとは切って、はいはい、切っとったとがほら、今こうして。これが春芽ですか。うん、春芽、こっちが有用化。はい、有用化。あ、有用化。ああ、有用化だ、これ。ほら。すみません、これ有用化ですね。そうです。それで、基本的に。これも有用化だ。うん。いや、デコはもう全部基本的に有用化。あ、そうなんですか。デコポンはな。時期花咲かないですか。咲かない。ほとんど。あ、まあまあ、この類が、違う。うん、もう弱いやつは。想像有用化って。そう。はいはい。うんうん。まあ、ほとんどな。うん。はい。あ、なるほど。これ。完成有用化ですね。そう。へ、何有用化ですか？完成と相乗ですよね。そうです。完成有用化がこれ、うんうん、一本出て実がなっとるとが、うん、完成有用化で、はい、このあとほら、はい、いっぱい出て、ああここは、はい、これが相乗有用化、うんうん、あ、本当だ、あの脇から全部、うん、花咲いてますね、うんうんうん、へえ、わかりやすい、うんうん、この完成と相乗は何が、窒素がちょっとこっちが足らん、窒素が足らなかったら相乗になるんですか。そう窒素が適切だったら、そういう件案外と、これがほら寝てたらダメ、寝てたらなりやすかと、寝てたらなりやすいですか、うん、そういう件足らんは、弱いってことですか、そうもうほら、この角度、
あ、これが自動車になりますか？もうこれだともう100発100中、めっちゃ面白い、めっちゃ面白いですね。この角度じゃなかったら、はい、もうそれに立つっていうことが大事だかな。あ、でも立ってるのは残すんですね。うん、基本的には、はい、まあ、はい、それともう一つ、ほら、ここがね、はい、これがね、はい、こう、これも本当はこうあったわけよ。はい、とこうなんかあれば、はい、結局栄養は恋しくまかない、きれんとさ。はい、そうすると相乗化になる。はい、だから、ここで切る。はい、そうすると栄養がここに溜まるけん炭性になると。そういうけん長くしたらダメと、はい、もう短くしていくことがコンパクト、うん、コンパクト、コンパクト。一枝にそしたら炭性だと一個ずつ花を持つから違う、もも、うん、もっと数はなって、これたまたま一個であって、はいはいはい、通常をほらこう、はい、まあ3つ4つの、うんうん、3つ4つ取れちゃってな、最終的には垂れて、うん、垂れて、はい、もうデコポンの色のついた時は見事やって、はいはい、下がってですね、瀬川さんね、うん、はい、うん、ここにもあれすごい、こんな、こんなとも結局ここにくっついとるけん、これはもうちょっと改造するっていうことじゃけん、はいはい、もう上を見てな、ちょっとなってなんちゅうはもう頑張っても今年、はい、改造、はい、今年改造の木っていうとはもうこれも結構切りましたね、うん、ここにぐらいせんと、このぐらいして、これが来年はこうなると考えたらさ、これが来年はこうなると考えたら、うん、そういうとこは、はい、これが楽しさしかない、これがすごいっすね、これが来年あれぞ、あれもうほら果実の大きさも見ても、1年で、はい、1年で楽しさしかない、マジっすか、楽しさしかない、ね、超神回、超神回ですね、うん、なるよ。あと守さんこれ、うん、すごいっすね、やっぱ、うん、大喜利も、うん、やっぱちゃんと平らじゃなくて、うん、どこも斜め、そう、どこも斜め、どこももう、ね、うん、面が上を向かないように、うん、全部横に切ってる、うん、そう、それがもうオツですよね。そう、あれがあれもね、あれ、うん、あれがオツですよね。それとかね、これね、めっちゃね、下の方とか、ね、はい、もうこれすごいね。こう枝だったんですもんね。そうそうそう、はい、わあ、ここも全部やってる、全部、そう、全部やってるわ、うん、あ、ここ出てきてますよ、ほんと、わ、ほんとだ、見えるかな、うわ、見える、すごい、見えるかな、結局上があるからね、はい、上がある点がまっこぐらいですか、はい、はい、わ、でもこれすごいですね、この技術は、すごい、ほぼみんなやってないんじゃないですかね、これ、いやいや、みかん量やってないっしょ、多分、ぶどうとか、はい、そういうのでやるんじゃないかな、メキズキってリンゴとかもかな、はい、うん、これは、うん、更新作業を今やってるってことですよね、大きく切って、あ、そうだよね、もう今年はもうならんけん、はい、ならんけん、そしたら来年のために、はい、っていうことで、瀬川さんは多分、はい、塩らしくいうのは、はい、ね、わあ、すごいね、これが、これとか、すごい。1年後こうなるですもんね。本当に？本当に？え？あ、でも、単成果っていう意味がようやくわかりました。こんな、ね。単成果。すごい。この枝先に1個だけ、うん、全部枝先に1個だけですもんね。そうそう、あれ、デコポンってこうなってたんですね。うん、だから、温州はほら、こういう感じの、ね、長い有用化じゃなくて、はい、やっぱりデコポンとかは、大玉になる方がいい点が、はい、こうなったり、なり方がいいっていうことです。あー、なるほど。完成で、完成有用化の方が、はい。肥大しやすいし、はい。うん、わー、すごい、全部ついてますね、うん、枝先に、うん。あ、こうやってつくんだ。やっぱ葉っぱの方が枚数が多い方がさ、はい、やっぱり、ね、肥大も良くなるし。はい、いや、それ穴甘さ出ますわ。ね、なるよね。はい、穴甘さなるわ、うん、これは、うん。やっぱ。楽しみしかね、なるよね。はい、葉っぱの枚数って大事ですよね。いや、大事よね。やっぱ、光合成する期間だし、うん、養分とかを作るのは葉っぱなんで。これがさ、こんなんなるとかさ、はい、想像できんよね。やばいっす、ね、できんっす。ね、もうどうなってるのよって感じです。はい、どうなってるの、はい。これが、こうなります、うん、これがこれがこうなります、こうなります、はい。これがこうなります、これがこうなってうまくなります、この辺もいっぱいで、うん、いや、これすごいっすね、うん、すごい、これ
いやしかも豪華なのは瀬形さんの畑に守さんがいるっていうことがね、皆さんこの視聴者の皆さんあのマジで豪華すぎますよ。豪華な瀬形さんの演出に来れたっていうのが豪華、はい、マジでこのそれはどうでもいい、この僕のチャンネルマジ豪華っすよ今日は。はい、もう守さんの動画、守さんの動画もありますけど、まあ俺の動画なんてどうでもよくて、いや本当にもうね、いやこれは奇跡っすよ。奇跡っすね、瀬形さんが出てくれるっていうのは、いやもう守さん様様でございます。じゃあそうこの動画はね、守さんがもうほんとご紹介してくれて、下までずっとあるからね。はい、うん、うわほらこれも、はあ、うん、これはすごいよ、うん、これ毎年やってるんですかね。今年からですか。今年から、去年からかな。あ、去年からですか。去年からけども、結局ほら、今年みたいにこんなほら、生姜を切らなかったら、はい、出なかったっていうことで、それで多分、この状態じゃないかなと思って。はいはい。うん、いや、すごいなぁ。すごい。結構ね、年数経ってるけんね、はい、この木自体がね、うんうん、でもほんとっすね。芸術これはすごいな。巻いてるな。巻いてるな、ほんと、うん、いやここはもう全部デコポンですか。そう、下まで全部、はい、うん、あそこまでデコポンか、うん、あすごい量ですね。そうね、足元ちちちな、ごめんなさい。これはこの立ちあのスプリンクラーがあるよっていうマークですか。あ、そう。なるほどっすね。それはな、ほらここまで。はい。おお。これデコポンがこういう芽が出やすいとかそういうことではないんですよね。たまたまこのデコはここの芽がこう膨らむ。はい。うん。っていうだけだよな、そういう特徴のあとだよな、目がな、うん、この傷も少しですもんね、うん、たったスッてするだけ、スッてするだけ、うん、あ、いや面白いな、面白いな、ねえ、感動ものよね、感動ものよね。これは、ね、今言うことは、ちょっと去年まだ理解の足らん時にこう切ったぐらいでまだこう立っとらんけん、はい、まだ こいしこう葉っぱが下がっとらんは分けたいな。あ、なるほどなるほど、葉っぱがちょっと少なかですね、うん、そう勉強不足の時、ね、うん、まだ試行錯誤の、あ、うん、時のあれでな、こういうこともあるけんがやっぱりですね、うん、次につながるっていう、うん、そこのそういうことだな、はいはい、なるほど、すごいな。これはもう今年いっぱいになったとも落として、はい、まあこれはちょっと来年 あなたが来るようにちゃんと鳴らしておると。マジっすか。マジっすか。来年も来るんすか。どうぞ、はい、食べれるようにって、ケーキ。デコポンの旬は瀬形さんのところはいつですか。4月ですか。うん、じゃあ4月に本場ですね。本場ですね。4月に本場ですね。通常剪定でいけば、はい、光の量が3割以下になったら全てこう書いとっちゃん、はい、な、ところがこれもほら星子終わって、ま、周りからのあれがちょっとあれかもしれんばって、結局は言えば切っとらずにそのままの何もなかけんあれとな、そういうか何か工夫すればそういうことですよね。こういったところも、この暗さでも、うん、光の量は、うん、もうはいはい十二分に分かったかな。あ、そして今度今からね、雨の中も一回ちょっと行くけん、はい、あのただ上だけボッて切ったって何も傷は入れんなら 目がでんって言うとば、ちょっと一般のとばでりな、これは遅くしたけんか、これは処理を遅くして、そう今したっていう状況、はいはい、この
あの上を切って傷を入れるのは、うん、基本的に春ですか？上を切ったらいつでもしたらいいと。あ、いつでもいいんですか？うん、この処理っていうのは。そうそうそう、上を切ったらと。上を切ったら、はい。そっこれもまたもっとここに出したいと思えば、はい、またあの次例えばデコで行くと、はい、次のであもう今も強かったディオっちゃうもんな、はい、もう今新芽のディオとさ、はい、そういう喧嘩そんなとこ見て今出したいと思えばまた今この木の長側を切ればまた、はい、また傷はつけたらよかった。この長側は切っちゃ切り出るタイミングでまたした方がいいわけだいな。あ、はいはい、例えば春芽夏芽秋芽って、はいはい、途中でするよりもこの夏芽が出るっていうそういった時にタイミングでジベリリンがこう木がいっぱいこうわーってなった東京のタイミングでポッて切ればまたわって出やすかと。ああ、ここもちゃんと取っとけ、来年ここがもっとわーってなっとるけん。ああ、ちょっとここに東京でここが何回って去るっとぞ。はい、極端にも春夏秋その都度こう切っておかと。そうなんですね、うん、3回、うん、まあそこまでに喧嘩、はい、まあ通常2回だよな、通常2回、はい、春夏だけども夏は夏で2回ぐらいで食ってんか。そんなこと言った。うわー、そうなんですね、うん、して、ね、もうこっちも待ってもほら、はい、あの相葉みたいな玉の大きさが出なれば、はい、もう全て花の時も決まっとっとさ。ああ、はい、なあ、そういう件花の時までにいかに母子は充実させた時はさ、はい、あの鉄火は頑張って大きくせんばとかって言うわけじゃなかるだ。瀬川さん、あの摘果とかってされるんですか？うん、一枝に例えばこの枝に1個とか2個とか、今まで線で作ったとけど、はい、やっぱり慣れすぎて小さかと、はい、そういう件今は6月にすることしよる。あ、本当ですか？うん、だいたいやるってなったらどのぐらいの割合で落としていくんですか？感覚的にもう勘で多すぎるなって思って。ほらほらほら、ここでいけば、はい、もう考えてみてもこれ、まあ、極論の話ぞ、はい、これ3個2個1個ってなるじゃないか。もうこれは5、はい、3、1っていう感じで。ああ、じゃあ枝が強ければもうそういう、もう最近ほらもうそのパターンでいけばあれはもうそのまま残す。ああ、なるほどですね。その枝のこうなるとは、はい、そしたら、はい、果実が養分も数件、はい、今あそこの茎は今こんくらい痛い、はい、それがもうこうなったとこ、はい、秋はもう養分がどん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 いくけん、はい、筋がね、筋がすごいですね。筋がもうバーッと、なんかもう植物ホルモンが降りてきたのか上がっていったのかしてすごい。して今までが子がん時に何も初め作るだけ何も支援やったわけだ、はい、したら店長が突っぽこすわけよ。そしたら今ん時に家のなってない枝は切らんばとたい、下に、はい、芽のずるっていうのを想定して、はいはい、なあ、芽がなっとらんとですね。芽がなっとらんとは、そういう件今先手はみんなそんな感じでな、選ばってしょると、もう実がついとらんとは、はい、今からどうせ夏芽のずるけん、はい、ああ、なるほどなるほど。で切ってまた芽切るみたいな、まああの立ち枝はもう切り返しになるばってな、切り返しでもう その元まで元までって言うて切り返しとかこの切り上げとか合わせ技でな、はい、そけんまだちょこっとしかしとらんとばってもうなっとらん枝探し。ああ、うん、ですね、うん、これ瀬川さん収穫の時は、うん、ある程度下がってきてもうこう綺麗に綺麗に下がってきて、うん、もう手が届く範囲ぐらいに落ちてくるんですか？そのあれでいけばここまで来る。あ、マジっすか？うん、ここまで来る。はあ、じゃああれですね、あの上になっててもちょっと心配ないですね。全然ここまで来る、ここまで来る。はあ、じゃあこっちあね、開けてるのはやっぱ収穫そういうわけじゃなかったな、はい、そういうわけじゃなかったな。なるほど。うん、花が咲きました。はい、そしたらそのあの四方は半分に切ります。はい、そしたら何がある？四方は半分に切ったら、うん、種がある。まあ種もある、あるだっていうか、はい、種以外の、はい、はい、これでしょうか？はい、ないけどないな。8日を切ったら何があるでしょうか問題。もう見えてます。卵細胞の
さんってもうちょっとみんなが分かりやすい簡単なこと言葉で簡単な上納上納資質みたいな感じですね、うん、さっていうの分かるんだよね数えればねこれが今めちゃくちゃちっちゃい状態で半分に切ってたら、はい、昔から試験場して、はい、袋の数と糖度が比例しとると、はい、袋が12あったら糖度が12度、はい、袋が10あったら糖が10度、はい、そういう傾向にあると、はい、これは袋が9つでも大干ばつにあれば13度になるけれどもだけども袋が10にあればもっと16度にもなりやすいよく分けたいなそういう傾向になった時も花が咲いたらもう糖が決まり、うん、今度は袋の多い分だけ汁が入れば大きさが決まり、うん、な着色も決まりもうすぐに花の時にもう将来はもう決まっとるとぞ、うん、大体は、うん、時は花まで、うん、あだからリン酸も早めにもう全てが時も花まで花まで人間の世話は何歳で決まるか世話高校生ぐらいで決まりますね、うん、まあ18なり、まあはい、まあ簡単に、まあ、20歳までで世話決まろう、はい、あとはもうたった人になるだけだ世話そこまでぞ、はい、同じような格好でみかんはもう花でもう基本的には終わりそういう件、はい、前年の春芽から、はいそこまでやっぱり育てはダメだったり、はい、そういう収穫をわわわわじゃなくてその今年出た春芽を1年間で作る育てて花が咲かするっていう管理はせんばったりななるほどですね、うん、深いね深いっすねそういう非売管理肥料も大事だし何も大事っていう感じでな、うん、だけども花までぞ花までもう重要なと花まで花まで、うん、もうこれには袋がほらはい袋も決まっちゃいますもんね、うん、これで、うん、そしたらもう傾向はだな、うん、傾向は傾向はさっき言うこと10は10度12度12袋あれば12度そういう傾向、はい、これがもっと上がれば今度こっちももっと上がっちゃうけんはいうん大きいか袋はいかに大きく開き切るかがそれと同時にもうスタートだし、はい、もうさっきほら大きかったとこの方だったっけもう、はい、その傾向でずっといくっちゃっけ、はい、やっぱり結論できれば最終的できればなこの成熟母子っていうとこ作っていくかもなさ成熟母子成熟母子うん、はい、まあほらまあ完熟みかん普通のみかんっていうことこの成熟した果実、はい、普通のみかんっていうことこの成熟した母子、はい充実した母子、はい、そしたらさっきこうなんかとよりもやっぱりこの20センチの方が、はい、ほらここの分の養分が、はい、ここに溜まるとだけんか、はい、充実するわたいな、はい、そういうこと確かにそういう件か長すぎれば今度はこの幹自体も呼吸で消耗するわけだ、はい、それで短く方がいいと、はい、なるほど件なんければ充実したらだよからだでそれはあの充実する枝もあるんだけれども、はい、この角度がちょっと違えばもうダメだぞほら、うんうん、もうまあまあここがよくばって、うんうん、これがもうこうなったら例えば青島で行けばこれは M 玉なんだけれどもこれがこうなればもうこれは3ゆる4ゆるだけ、うん、もう角度で全然違うっちゃけなそれとコンパクトって言ってればもう暇の中さその枝葉切ったりとかなそうやってそこも深淵とけれども、うん、まあ、頭はそのこれは考えと頑張ったい。シールシールをちょっとで作ってな。いやこの円柱見た後だから、うん、より分かりやすいですね。今の説明は短いがいいとか。よくねこのあれも分かろう。あっち分見てこっちも出たとか見てもな、はい、違うなって言ったのは分かろう。分かりました。上だけ知ればそれは自然と出るさじゃないつぞ、うんうんうん。入れてる肥料とかって、うん、どういうものをお使いですか。ここだけはね、はい、シュッとこだわって